人間誰しも何かしらの、フェチ、を持っているかと思います。うなじフェチ、足フェチなど、日本ではまるでネタのように扱われるフェチですが、しかし、このフェチに取り憑かれてしまい、一線を越えた男がいました。その男はルイジ・ロンギ。ルイジ・ロンギは、1954年生まれのイタリア系スイス人で、16歳の頃に分裂病を発症し、7年間精神病患者として身柄を拘束され、1977年、生まれ育ったスイスを国外追放されてしまいます。その後、ロンギはデンマークへ移り住み、トラックの運転手をして何とか生計を立てていました。ロンギには女性の髪の毛に対してフェチシズムを持っており、この性的思考が彼の人生を狂わせることとなります。フェチシズムは、精神医学で、性的盗作、という意味合いで使われることが多く、性的興奮を得るために無生物を好んで用いる人のことを言います。フェチシズムのある人で日常生活に影響を及ぼすことはほとんどありませんが、時に性的対象の必要性を強く感じ、それ以外に無関心になってしまうケースもあります。ルイジ・ロンギは女性の髪の毛を洗うことでしか性的快感を得られない性的盗作者でした。ロンギは健全な男児が性的欲求に目覚め始める10歳の頃、美容院からカツラとシャンプーの瓶を盗んだことで女性の髪の毛を洗うことに対するフェチシズムに目覚めました。1977年に国外通報されてからはデンマークでトラックの運転手をしていましたが、青年期に患った精神ではなかなか社会に馴染むことができず、仕事はあまり長続きしなかったそうです。そんなロンギが病んだ精神に鞭打ってまで仕事に励むのには、食い口を確保する他にも一つ目的がありました。女性の髪を洗うことでした。ロンギは雇い主から給料を受け取るとすぐに好みの女性を捕まえては、お金は払うから髪を洗わせてくれ。と懇願していました。特によく使った手口はヒッチハイカーを目的地へ連れて行く代わりに髪の毛を洗わせてもらう等価交換で、この条件を受け入れた女性は12人に上ったと言われています。ロンギは女性ヒッチハイカーを拾っては髪の毛を洗うということで性的欲求を満たしていました。西ドイツから来たヒッチハイカーのハイがフライハイトにも、被写代を負担する条件としてシャンプーを提案しています。フライハイトは、ロンギの提示条件を心よく受け入れ、彼の家で洗髪してもらいました。シャンプーの後、フライハイトは眠りこけてしまうのですが、そこでロンギにとある欲求が芽生えたのです。もう一度シャンプーがしたい、と。明らかに契約違反な欲求。ロンギもそれは自覚していたようで、フライハイトは二度目の洗髪を受け入れてはくれないだろうと予想していました。しかし、どうしてもフライハイトの髪の毛を洗いたいと考えたロンギは、彼女に猿頭輪をかませ拘束した状態で再度の洗髪に踏み切ります。激しく抵抗するフライハイトを洗髪場へ引きずっていき、ロンギは思う存分シャンプーを楽しみました。ロンギは幸せな時間を味わいました。途中、シャンプーが切れてしまいましたが、まだ洗い足りないロンギはドレッシングやカッテージチーズ等を用いて髪を洗い続けたのです。今度はフライハイトの服を引き裂け、女性の裸を観察して楽しみましたが、激しく抵抗するフライハイトをおとなしくさせようと思い切り首を絞めたところ、彼女は動かなくなってしまいました。ルイジ・ロンギが人の命を奪った瞬間でした。フライハイトが絶命したのを確認したロンギは激しく動揺しました。自身の凶行が露呈するのを恐れたロンギは、フライハイトを自宅の壁の裏に押し込んで隠しました。しかし、この隠蔽工作はロンギが部屋を引き払って引っ越した途端に発覚してしまいます。ロンギ宅の屋根の修繕をするために職人が訪れたことで、彼の凶行は白日の下にさらされることとなります。裁判にかけられたルイジ・ロンギは、殺すつもりはなかったのだと主張しました。ロンギは、フライハイトの激しい抵抗を鎮めるため、彼女の首に首輪をかけて引っ張ったところ、窒息死してしまったのだと言います。そのため、フライハイトの死は殺人ではなく事故だったのだというのが、ロンギの主張でした。これまでのロンギの生い立ちやフェキシズムに支配されてきた経緯を鑑みると、ロンギが法廷で話した、殺すつもりはなかった、という主張は本心でした。1983年3月11日、ルイジ・ロンギの凶行は裁判の結果、殺意なき殺人、と判断され、刑務所での服役ではなく、精神病院での無期限拘束を言い渡されました。フェチが人間を狂わせるという事件でした。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。